2018明治安田生命 J2 リーグ第4節松本山雅 FC 対ファジアーノ岡山の一戦、山梨県甲府市の山梨中銀スタジアムよりお伝えします。ホーム開幕戦となります。待ちに待った春がやってきました。今日は松本のホームゲームなんですが、今節は芝の張り替え工事のため本来のホームスタジアムアルウィンを使うことができません。このホーム開幕戦で今シーズン初勝利となるでしょうか。それでは松本の予想フォーメーション確認していきましょう。今日はワントップと予想しました。高崎がワントップで、ツーシャドウに永井と工藤、そして右には今日初めて岩上雄三が入っています。このあたりまたいつもとは違う顔を揃えてきました。それではファジアーノ岡山の予想フォーメーション、前節と変わらないメンバーです。まあ、注目の阿部、後藤、木山の3バック、まあ、木山、後藤は松本を知っているだけに、またこう松本からすると嫌なところもあるかもしれませんね。そうですね、いろんな意味で情報を知ってますからね。はい、ロングスローが入ってきました。イオンジェの向こう、チャンスになっている。イオンジェフリーでシュートは森田が収めました。9番のイオンジェ、今シーズンから加入しています。ここまでまだゴールはありません。下川、向こう浦田がかわしていきます。下川ボックス内持ちます。浦田から中、低いボールを入れていった。長い前節決めたようなボールが入ってきました。イオンジェを狙って収まるか。収まればチャンスになる。受けて赤嶺が抜けていったところ、塚川のシュート決まった。先制は岡山。これですよね、もうイオンジェ選手がもう動き出したんですね、背後に。はい、ここですね、伊藤選手が持つと背後を狙うんですよね。はい、で赤嶺選手が来てその後ろ空いたところですよね。これは森田からしてもまたディフェンスが重なっていたところ、赤嶺選手のランニングがあったから2人3人ちょっとやっぱ引っ張られましたよね。はい、背後にそれでバイタルエリアが空いたっていう感じになりましたね。向こうサイド、この時間は松本が攻撃していきます。チャンス、これは面白いボールが入ってきました。トライもまた悪くはなかったですね。そうですね、追い越していった岩上、自分で行く岩上、おー決まった。追いついた岩上のゴールで1対1。自分で持ち込んでいって決めました。素晴らしいゴールでしたね。素晴らしいゴールで岡山今季初めての失点。まあショートコーナーで始めましたよね。はい、今ショートコーナーから工藤選手から岩上選手、もうお手上げでしたね。はい、キーパーね、中入ってきます。かき出す浦田、前田大然、裏を取れるか。さあチャンスになる。3対3になっている。前田が持つ、前田が持つ、自分で行くか、シュート、これは枠の外。ここですね、積極性は見せました。ここをもう無事抜いて得点するっていうぐらいの選手になると怖いですよね。はい、浮かせたボール落として、ここで長い笛、1対1、松本追いついて引き分け。ただこの試合でも松本は勝利を挙げることができませんでした。